レシュの今知りたい情報をお届けする番組クレちゃん。体験リポートするのは金田アナウンサー、そしてクレシュ在住49年の明田さんがディープな情報を発信します。明田さん、そろそろお腹空いてきました。ちょうど名物ランチのお店があるんですよ。いいじゃないですか、行きましょう。行きましょう。ここですよ、はい、関白、うん、創業62年の名物中華料理店なんです。62年。はい、ご主人、ジンギスカン焼きを一つお願いします。はい、わかりました。ジンギスカン、ジンギスカン、おー、すごい量のキャベツ。あ、まだいっちゃう。うちは野菜が多いですか、どっちにしろ。はい、おー、じゃあいただきましょうか。はい、いただきます。おいしいです ね、 ね、うん、キャベツも、はい、この豚足も、はい、シンプルな調理法なんでそのまんまの味が楽しめるんですよね。さっぱりの酸味のタレ。そうですよね、このタレいいですね。実は唐揚げ定食もボリューミーで大人気なんですよ。これも本当に山盛りですけれども、まあクレビトのお腹を満たし続けるわけですね、関白は。そうですね。今回ご紹介した情報は月刊クレー版11月号に掲載。ぜひチェックしてみてください。